カステル・サラザンは、フランス、奥下にー地域圏、タルイコールエイコールガロンヌ圏のコミューン。コミューンの南西をガロンヌ川が流れる。門島版の西約2 1キロメートルに位置する。川港最初にカステル・サラザンの名が、歴史上に登場するのは961年である。最古の名はカステル・サラセノブであった。しかし、アラブ人はこの地での城建設に関わっていなかったと、 見られている。ルアルグハクレーモン2世は、モアサックの酸素修道院と修道院の領地に、制約書を授けた。カステルサラザン初期の歴史は、12世紀後半まで続いた、対イ,イングランド戦争と13世紀初頭まで続いた、アルビジョは十字軍に特筆される。当時のコミューン行政は、行政官が行い、1230年には、最初の監修法が制定された。 14世紀にはまだ宗教的な狂気が蔓延しており、パストロー十字軍が1320年には、ユダヤ人を州内で1000人余り殺害し、カステルサラザンでも160人が犠牲となった。14世紀から15世紀にかけ、洪水、国死病、特に百年戦争が16世紀初頭の数十年の昇降状態の時期以外国を荒らし続けた。 1560年以降始まったユグノー戦争では、カトリック派のカステル・サラザンはユグノーよりも、むしろ州の残りの部分と格闘した。酸素協会は、破壊から逃れる数少ない避難所の一つとなった。17世紀終わり、アントワーヌ・ローメコとラモット・カディアックが、カステル・サラザン近郊のサン・ニコラ・ドライ・コール・グラブで、生まれた。彼は、フランス王より北米に派遣され、 デトロイト市を建設し、1710年には、ルイジアナ総督に任命された。有名な社主であるキャデラックは、彼の名に由来し、カステル・サラザンでは2年ごとに、キャデラック会議が開催されている。フランス帰国後のカディアックは1723年に、カステル・サラザン総督となり、1730年に、没した。フランス革命が起こるまで、カステル・サラザンは平穏であった。 革命後、冒険性を思わせる名を解明するよう強いられ、カステル・サラザンは、モン・サラザンと呼ばれていた。およそ7000人の人口があった1850年以降、鉄道到来や産業の導入で、都市は拡大していった。1944年春、第 2SS 走行士団がノルマンディーへ招集される、前に駐留し、オラドゥール・シュルグラヌを含む数多くの惨事や虐殺を、 引き起こした。恐ろしく、血を流した二つの世界大戦にもかかわらず、二十世紀のカステル・サラザンは、発展を続け、タルイコール・エイコール・ガロンヌ県、第二位の経済中心地となった。1968年、モントーバンに次いで、オゴーり町所在地となった。農業は、課金の生産が有名。アトラス・リバーション・フランス、P43。ありがとうございます。